はい、オッケー、はい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 、この時に三角で大ダメージ、よいしょ、はいはい、食らわせてここ、オッケー、多分こういう感じがいいでしょうね、オッケー、はい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 、終わり、よいしょ、はい、どうも皆さん、バンファニチャイスゲです。ということで、本日から、ウォーロングっていう、三国死にゲー、はい、まあ、ダークソウル的なね、ゲームをやっていきたいと思います。非常に難しいです。はい。まあ、ということで、まずはね、ダウンロードコンテンツ、間違えた。体験版でね、一番最後に戦えるであろうボス、猿みたいなやつがいるんですけど、まあ、そいつを攻略していきたいと思います。でですね、ダークソウル的な感じで、なんていうかな、自分のスキルをどんどん伸ばしていけるんですよ。スキルというか、なんだろう、筋力とか体力とか、技術みたいな感じであるじゃないですか、ダークソウルも。っていう感じで、こっちも増やしていけるんですけど、まあ、ちょっと特殊で説明しづらいんですけど、はい、まあ、これですね。これ、木、火、土、金、水ってやるんですけど、まあ、椅子はこの火を上げています。まあ、なんでかっていうとね、これを8まで上げると攻撃力をアップして防御力を落とすっていう技をね、覚えることができるんですよ。で、この土の方は防御力を上げるってやつがあるんで、だからこの火と土を合わせると防御力をそこまで減らさないで火力を上げることができるかなってことで、はい、この火とね、土を一緒に上げております。あとね、金もいいね。金だと敵に属性異常、まあ、毒とかを与えるのがメインになってくるんで、こっちも面白いかなと思うんですよね。木の方はなんか仲間を回復させるとか、はい。でも椅子ゲー基本ソロなんで、はい。一応マルチでもできるのかな、わかんないんですけど、あと NPC も一緒に戦ってくれるんで、そこら辺の回復とかにもつながるのかなと思います。はい。まあ、椅子ゲーはソロプレイヤーなんで、まあ自分だけですね。まあ、ということで、この火が高いんですよ。ってなると、ほら、この武器にも DCE とか、これダークソウルとかで見たことあるでしょ、エルデンリングとかで。そう、まあ適正なんですね、武器の適正なんで、そのだから火が高い時に火力がアップする、これ鉄拳の方が一番相性がいいかなということで、こっちをね使っていきたいかなと思います。はい。でですね、武器の中にも一つ一つ必殺技みたいのがあるんですよ。で、まあ使うと、下の、HP の下のゲージが左にグイーンっていくんですけど、それが何かって言ったら、まあスタミナみたいなもんですね。はい、魔法を使っても、まあ戦術ですね。戦術使ってもこういう感じで減っていきます。戦術かっこいいですよね。うん。で、それがなくなると、回避もできないし、パリーもできなくなるんですよね。はい。まあ、このゲーム一番パリがね大事なので、はい、だから例えて言うならあれですね、赤狼のパリみたいな感じで、敵の体感ゲージみたいなのを減らしていきつつ、でそれが減っていくと、ロックオンカーソルが色が変わるんで、その時に三角を押すと大ダメージを与えることができるっていう風になっております。まあ、とりあえず長くなったんですが、まずこのね、バツ押すと防御力上がるんで、これで防御力上げていきましょう。さあ、ということでお猿さんいきましょう。パリーパリー、はい、オッケー、はい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 、パリーパリーパリー、123、はいはい、この時に三角で大ダメージ、よいしょ、はい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 、もうダウンしてるんで、あれですね、なんだ、さあ半分ゲージからもしかしたらやることが変わってくる可能性があるね。ああ、まあここ向いてないんで、よいしょ、はい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 、食らわせて
ここ OK。 多分こういう感じがいいでしょうね。はい、パリーパリーパリー、よいしょ、はい OK、 はいはい、パリーパリーパリー、さあパリー OK、 はい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 、終わり、よいしょー、これで討伐完了。大丈夫ですか？よーし、勝った。パリゲーですね、やっぱり。ニオはね、苦手だったんですけど、このゲームならなんとかうまくいけそうだ。お仲間さんがやられたんかな？よく戦ったな。ちなみにこの人、超運らしいです。聞いたことあるね。実に見事だった。ありがとう。ちなみに、イスゲー結構面白い顔してます。あれマスク取ったら。本当はね、つけたくないんだけど、でもいいアイテム取れるってなると、つけておきたいよね。あ、こいつも持ってたんだ。こう競い合ったとも。はあ。別れ際に笑顔を持ち、笑ってどっか行っちゃった。守るべきもののため、摂氏はどこへ向かうべきか。おお、竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。おお、この超死竜、乱世を貫く創始たらん、たとえ100万の軍勢を押し寄せようと。おお、かっこいい。太平への道を切り開かん。おお、おお、キリンだ。なんだ、召喚獣 FF16。 行こう、デミナント。友の無念に報いるぞ。デミナント、ドミナント。決議によりキリンの玉を得る。キリンの玉取っちゃった。神獣将来。なんか必殺技みたいの売ってるっぽい。